内海造船株式会社は日本の造船メーカーである、日立造船系の中堅造船会社、広島県尾道市の瀬戸田、因島に2事業所を所有。本社、瀬戸田工場では、多種多様な商船、観光庁船の建造実績を有しており、特に国内フェリーの建造においては、非常に高い建造シェアを誇る。2005年1月1日付で同じく、 日立造船系の日造 IMC を九州合併、旧日立造船因島工場を引き継いだことで、大型船建造能力を強化。以来同社の主力工場として稼働中である。2006年には、1987年に、日立造船因島工場が新造船から撤退して以来因島では20年ぶりとなる、約3万字、T クラスの大型船の浸水式を行い、 造船の島復活への第一歩を記した。タグマ工場では修繕事業を専門に行っていたが、2012年3月末をもって閉鎖した。跡地は2015年現在、複合商業施設及び太陽光発電所となっている。2006年2月には、筆頭株主が日立造船から投資ファンド運営会社カレードホールディングスに移ったが、2009年5月に、 日立造船に戻った。1940年昭和15年10月、瀬戸田選挙として、創業1944年昭和19年11月、瀬戸田造船設立、中岐造船所、村上造船鉄工所と瀬戸田選挙が合併し、称号を変更、1945年昭和20年3月本社を、神戸から瀬戸田へ、 移転1956年昭和31年9月、瀬戸田工場2号ドック完成1964年、昭和39年3月瀬戸田工場3号ドック、完成1967年昭和42年5月、日立造船の系列会社となる1972年、昭和47年10月内海造船創立、田熊造船と瀬戸田造船が合併し商号を、 変更。1974年昭和49年11月、大阪証券取引所、広島証券取引所に、株式上場1976年昭和51年3月、瀬戸田工場一号ドック完成昭和51年4月、資本金11億円に、増資1992年平成4年5月、シップ・オブ・ザ・イヤー1991大賞を受賞。 日産武蔵丸、1998年平成11年3月、瀬戸田工場 ISO9001 を認証取得2000年平成12年3月、東京証券取引所に、株式上場平成13年12月瀬戸田工場 ISO14001 を認証取得2005年平成17年1月、日造 IMC と合併し、 因島工場が誕生平成十八年八月、資本金十二億十七万円に増資平成十八年九月、因島工場で二十年ぶりの浸水式二千十二年、平成二十四年三月、田熊工場を閉鎖し、修繕線事業を瀬戸田工場へ、集約二千十八年平成三十年五月、シップ・オブ・ザ・イヤー二千十七大型貨物船、部門賞を受賞。 トランスハーモニー1ありがとうございます。